左腕の男、やっと会えたわね。この時をどれだけ待ったと思う。何者だ。 砂漠の町で見かけた踊り子。あら、そう。プリムロゼ・エゼルアート。プリムロゼ・エゼルアート。まさかエゼルアート家のご令嬢か。 思い出したかしら。私と私の父を。ジェフリー・エゼルアートか。よく覚えている。君の父親は強かったからな。 頭もよく切れてな、なかなか隙を見せなかった。だが少々敵を作りすぎた。私の父が何をしたっていう。知るべきではないことを知ってしまった。私たちの仕事は その報いを与えることでね。でも分かってるでしょ。報いはまた次の報いを生むの。<笑>そうだね。この探検は片時も話したことはないわ。父を忘れないために。 父はいつも言っていたわ。己の信じる者を見つけろって。あなたたち、カラスの入れ墨の男3人を葬ること、それが私の生きる意味。私の信じる、たった一つのものに。覚悟なさい、 左腕の男。<笑>そんな言葉を吐いた相手を数え切れぬほど見てきた。そして私はそれを全て葬ってきた。私はルフス、カラスの左腕を担う者。 さあ、北前、エゼルアート家のお嬢さん、父親と同じ場所に送ってやろう。悪くない舞台じゃない。私の番。さあ、さて。 出番。そこ。行くよ。どうでる。それでは。
癒しの奇跡を与えたな。さて、クジャクの舞、さあどうする？雷鳴よ、轟き響け。それでは、なかなか考えがいがある。これでどうかな。行きましょう。さあどうする？やっなかなか考えがいがある。せい、私の番。負けません。聖火の光輝きたまえ。頑張ります。癒しの奇跡を与えたまえ。さて、踊ろうかしら。しっかりね。負けません。さあ集中していこう。行くわね。なかなか考えが。行きましょう。はっ。さあ、ふっ、行くわよ。クジャクの舞。それでは、気を出そうか。トス、よし、あはい、よろしくね。さて、クジャクの舞、さあどうする？なかなか集中していこう。あっ、
きましょう。では、行きます。それ。さて、どうしようか。キャッ。おっ。それでは。さて、さあ、どうする？さて、よっ、私の番。よろしくね。なかなか考えがいがある。はっ、集中していこう。頑張ります。雷鳴よ、轟く響け。聖火の加護に感謝します。プリムロゼ様、ええ、うん、己を信じ貫け。プリムロゼ様、さあね。
名家の加護と祝福のあらんこと。さて、闇夜の尖り、災いを払え。そこ。さあ、どうする？なかなか関係ない。はっ。せい。この程度では不合格。なかなか…じゃ雷鳴よ、驚き響け。踊ろうかしら。ふっ、行くよ。や踊ろうかしら。行くぞ。私の番。さあ、どうや。授業の時間だ。さて、じゃあ、ふん、そんな、はい。
闇夜の帳、災いを払え。なかなか考えがいがある。やっ、大した強さだ。合格点だ。
さて、いや、確か、え、なんでも、ほう、さて、なあ、それが、すまんな。
お？よう。そうだな。実は。そうか。すまんな。さて、おや、あんた、そうだ。いいだろう。なるほど。ただし、分かった。
さあさあ。よし。ねえねえ。さあさあ。そうそう。よし。おっとと。おい。おい。おっとっと。
実は。そうそう。なるほど。ああ。これは。ああ。そうだ。そうか。よし。それでな。兄弟。そうだな。デリオン君。待て。さて。おい。いや。はあ。さあ。
よし。ありがとうございます。
険ね。行くぞ。行きましょう。なかなか考えがいがある。火炎よ、焼き尽くせ。授業はこれで終わりだ。ご加護。なかなか。ジャンプ。せい。よし。うっ、やっ。商人だからって甘く見たでしょ。好きではないのだが。よし。さあ、じゃん。火炎よ、焼き尽くせ。行きましょう。輝きたまえ。少しは成長できたでしょうか。戦いの準備はできているよ。狂乱よ、巻き起これ。頑張ります。行くぞ。さあ、でも交代。どこ見てるんだ。さあ、どうする。さあ、あっ、雷鳴よ、轟き響け。負けません。
なるほど。よし。これが石流石だ。こいつを持ち帰ればまずは一つ達成だ。そこまでだ、コソ泥よ。オルリック先生のお出ましか。噂を聞きつけて石流石を盗みに来たのか。だが、この石の価値を理解できぬ盗賊風情が手に入れて良いものではない。そうか、貴様、さてはバーラムの差し金だな。恩着せがましく口やかましい臆病なだけの男バーラム。石流石の研究をやめろやめろ、まったくうるさくてかなわん。バーラムめ、この石は絶対に渡さん。そうか、俺はその石の価値なんてどうでもいい。だが元の所有者がその石をご所望でね、悪いが返してもらう。石流石は所有するにふさわしい知性と探求心を持つ者の手にこそあるべきだ。それがあんた自身というわけか。そうだ、これは私の研究だ。誰にも邪魔はさせない。他の者は誰も信じていない、そういう物言いだな。ああ、その通りだ。他人を信じないか、その気持ちだけは理解できるかな。分かった風な口を聞くな。そろそろ貴様と話すのにも飽きたわ。この場で片付けてくれる。やるぞ。行くぞ。それでは、さて、キャッ、雷鳴よ、轟き響け。行くぞ。私の番。それでは、なかなか考えがいがある。氷乱よ、巻き起これ。行くぞ。覚悟はいい。は、私の番。
負けません。これを。負けません。あっ、癒しの奇跡を与えたな。さてどうしようか。あっ、私の番。新長伯ビフェルガンよ。どなかなか考えがいがある。あっ、狂乱よ巻き起これ。行くぞ。これよ。私の番。いや、負けません。覚悟してください。狂乱よ巻き起これ。いくよ。いや、さあどう出る。と負けません。雷鳴よ轟き響け。負けません。やばっ、あたしの番。行くぞ。それでは。さあどう出る。さて探らせてもらう。私の番。なかなか考えがいがある。光よ、ここに。ライフスティール。頑張ります。覚悟してください。負けません。癒しの奇跡を与えたな。さて、光よ、ここに。
負けません。光よ、ここに。いくよ。当たりません。頑張ります。なかなか考えがいがあるね。光よ、ここに。おい、ライフスキル。負けません。では行きます。さて、どうしようか。光よ、ここに。どこ見てるんだ。行きましょう。頑張ります。癒しの奇跡を与えたな。なかなか考えがいがあるね。光よ、ここに。行くぞ。私の番。どこ見てるんだ。さて、どうしようか。はっ、頑張ります。それ。さあ、どうだ。集中していこう。炎よ、燃えろ。私の番。負けません。これを。さて、どうした。あっ、頑張ります。これなら。いくよ。なかなか考えがいがあるね。行きましょう。では行きます。
い。さあどうする。やさあどうだ。はっ。えっ。どけ。覚悟はいい。終わりだ。バカな。たく。こいつはいただいていく。さて、ボルダーホールに戻るとしよう。ヒースコードの言いなりというのも気に食わんが。戻った。テリオンさん、よくご無事で。こいつが石流石だな。確かに石流石で間違いございません。本当に何とお礼を言ったらよいか。お嬢様、テリオンは約束通りに取り戻してきただけです。それに戻ってきたのは石流石のみ。まだまだねぎらうには早いかと。ですがヒースコート、腕輪は外してあげてもよいのでは。余計な気遣いはやめてくれ。そんなつもりは。それにこの腕輪が外れれば俺が逃げ出すとは思わないのか。そうは思いません。何？物事を途中で投げ出すような方にテリオンさんは見えません。これだから苦労知らずのお嬢様は。よく覚えておけ。どれだけ信じようと人は裏切る。裏切られてから泣いても遅いな。それは。お嬢様、そこまでです。テリオンの言う通り、腕輪はまだ外すべきではありません。わかりました。それで、次の流石はどこにある？探りを入れておりましたが、ウェルスプリングにあるようです。ウェルスプリングか。確かあの町では闇市が開かれていますからね。闇市のことを知っている。裏影を分かるやつしか知らないはずだ。やはりこいつはただ者ではない。その闇市で緑流石らしき宝石が出品されている、そういう連絡がありました。分かった。すぐにでも取り戻してこよう。どうかお願いいたします。テリオンさん、見送りなら結構だ。あんたたちと馴れ合う趣味はない。良いのです。お嬢様、彼にも矜持というものがございます。矜持です。
人から後ろ指を刺されようが、盗賊は盗みの技で生きるもの。その腕には誇りも自信も宿ります。しかし私たちは彼を陥れた。そんな相手からの同情と気遣いは侮りと感じるのですよ。いや、そう感じるほどの矜持がなければこの役目にはふさわしくないのです。そうなのですか。いえ、そのあの方が見せる寂しそうなお顔が気になって、まるで。そうですか。先ほどはあのように言われてました。テリオンさん、